中京 TV スポーツ。紅葉が進み、季節の変化を感じます。いつもと変わらない季節の訪れですが、ピッチに立つ選手たちにとっては特別な瞬間がやってきました。ただ熱を帯びた選手たちを迎える名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムには雨が降り注いでいます。第94回全国高校サッカー選手権愛知県大会決勝戦、2年連続全国大会出場を目指す中京大学附属中京高校、勝てば13年ぶり7回目の優勝、岡崎城西高校の一戦です。この放送の解説は帝京高校時代2度の全国選手権を経験されまして、現在は埼玉浦和学院高校サッカー部の監督を務めていらっしゃいます、元日本代表フォワード森山康之さんです。よろしくお願いします。お願いします。県高校総体に続く2冠達成なるか、赤い王者中京大中京、去年の冬、今年の夏のリベンジなるか、岡崎城西、まもなく試合開始です。3番の太田、9番の坂木原、ゆっくりと詰めていってスピードを上げた、クロスボール、ファーサイド、岡崎が詰めていました。ここも決定的なチャンスでした。森山さん、はい、この距離感ですよね、はい、縦のスピードのある攻撃に対して、あそこはもうクロス上げさせちゃいけないところなんですけど、水口がクリア、前線に拾っていけるといいですよね。さあ石川、柳へというボール、あーさあこぼれた、右足、中京大中京先生です。立ち上がりですね、この ね前から行くっていうのがね、はい、構想したっていうか、少しあの岡崎城西のディフェンスラインにシュートミスが発生してしまいましたよね、まあ、その隙を見事につきました、はい、ここ逆サイドもねフリーだったんですよね。そこのマークをもうこの10番のね、マークが忘れてましたよね、今ねボールウォッチャーになってね、このボールどこで収められるか、元木、岡崎へのボール、つばいが寄せる、うん、岡崎切り返した、後ろ空いている、シュート、決まった、後半の16分、2年生の白川が決めました。今大会7点目、決定力ありますね。やはりここはキーマンの岡崎から、そしてチーム最多得点の白川へというボール、岡崎城西にとってはこれが後半最初のシュートになります。岡崎の突破素晴らしかったですよね、あそこ前のツバイがイエローカードもらってるんで、そこは強くいけないんですよね。そうですよね、完全に崩されましたね。そして最後粘って逆側のサイドに持っていきました、さあキャプテンの石川に入るか、粘った、ここでドリブル突破、サイド抜けていく、サイドが空いている、福山にボールが渡りました、水口がオーバーラップ、ただ岡崎城西の際は足をつりながらそのボールを防ぎました。残り時間あとわずかという状況で、中京大中京コーナーキック、ファーサイド、お球で決まった、キャプテンの石川が決めました。後半の40分、残り時間あとわずかというところ、中京大中京2連覇に向けて大きな1点を入れました。やっぱセットプレーでしたね、向こうのタッチライン終わりました。そしてここで試合終了のホイッスル、中京大中京2年連続15回目の全国大会出場を決めました。喜びを爆発させる中京大中京イレブン。森山さん、はい、白熱したゲームになりました。そうですね、中京大中京としてはね、本当に非常に苦労して掴んだ勝利だったと思いますね。
そして岡崎城西高校も最後の最後まで諦めることはしませんでした。いいプレーしましたよね、はい、どっちが勝ってもおかしくなかったと思います。名古屋始めで締めようかな。もはい、ナモ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